皆様、本日は WCCF 秘書篠田麻里子オータムカップにご来場いただきまして誠にありがとうございます。本日司会進行を務めさせていただきます、私セガのミリオン土屋と申します。今日はよろしくお願いいたします。さあ、それではお待たせいたしました、柏田プロデューサーより皆様にご挨拶を述べさせていただきたいと思います。柏田プロデューサーお願いします。はい、こんにちは。どうも、こんにちは。はい、この手のイベントですかね、あの WCCF で、はい、こういうタレント様というかタレントさんを使って、はい、あのイベントをするというところが初めてでしたので、はい、こんなにお客さんが集まってくれるかどうか不安で仕方なかったんですけども、新しい試みなので、はい、あのいやいやっていう、ね、コメントもありましたけどもねちょっとこんなにしっかり集まっていただいて本当にあの感謝申し上げますというか、本当びっくりしているとともにあの皆さんにお礼申し上げたいなと思います。あの本日はあの皆さんでね一緒に楽しんでいければいいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。ではました計8名の抽選をお願いします。はい、まずはグループ A の1です。グループ A の1、はい、じゃん、132番、こちらの監督 A の1番となります。はい、112番です。ではこちらの方にお願いいたします。63番、63番の方いらっしゃいますか。あ、いらっしゃいましたね。24番、お、24番の監督いらっしゃいますか。はい、お、ではこちらの方にお願いいたします。お願いします。いいですね、あのおーい、ね、やりやすい、やりやすいです、はい、88番、88番の監督、はい、あ、いらっしゃいました。ではこちらにお願いいたします。皆さん言っていただいていいですよ。あ、いや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 、114番、114番、お、125番、125番、あのエリア予選から何回も抽選が当たって、さっきもね当たられて、おなんでおって言ってんの。104番、104番、おめでとうございます。おめでとうございます。予選に参加していただく監督8名の皆様が揃いました。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、A ブロックが早川学監督、上司監督、モヒモヒプー監督、トリーズン監督、そして B ブロックがカズ監督、ガルシア監督、ポール監督、グラシアス監督と、それぞれこのようになっております。各ブロック内で対戦を行っていただきまして、勝ち点の最も多い監督、そして2番目に多い監督がそれぞれ決勝トーナメントに勝ち抜くという形になります。さあ、それでは参りましょうか。第一節キックオフとなります。抜け出して中央は合わないか。いや、必死のディフェンスを見せます。さあ、フリーキックからどうなんか、最後のタイムにねじ込んだ。さあ、トリーズン監督対ポール監督、そしてグラシアス監督対早川監督の対戦となります。さあ、勢いを持って勝ちに臨んでいきたいところ、参りましょう、キックオフ。さあ、いきなりゴール前を襲いかかっていきます。中央にボールを入れる、今度はあった、体を入れてディフェンスの前に出て、このままヘッドで決めていきました。だが、しかしここでロスタイム、このままタイムアップ。決勝トーナメント準決勝第1試合、見事制したのはポール監督となりました。素晴らしい戦いを見せていただいた監督に大きな拍手をお願いいたします。参りましょう、決勝戦キックオフです。さあ、まず攻め上がっていくポール監督、ここでボールを奪いたいが、さあ単独で放ったが、これはキーパー弾いたか。まだまだ攻めるぞというその姿勢を見せますグラシアス監督。もう一度中央から、3度目の正直だ。怒涛の攻めでこの前半終了間際に1点をもぎ取りました。
決めたのはメッシ。さあ素早いボール回し、これに追いついた。そしてこの角度からダメ押しの2得点目。グラシアス監督のうまさが見えました。メッシがこのゴールも決めていきました。さあキックオフ、すでに時間はロスタイムとなっております。プレーは続くか。ここでタイムアップのホイッスル。見事この予選決勝トーナメント勝利を収めましたのはグラシアス監督となりました。おめでとうございます、はい。さあまずは見事優勝を果たされましたが、今のお気持ちはいかがですか？そうですね、もう今日のためだけに作ってきたチームがちゃんと動いてくれたんで、すごい良かったです。まあチーム名からしてね、もうまさに今日に合わせてきたと。さあその狙い通り見事篠田麻里子さんへの挑戦権を得ることになりましたが、その一戦に向けて意気込みをいただけますか？なかなか、こういう機会もないので、はい、全力で、楽しみたいと思います。はい、ありがとうございます。ぜひ頑張っていただきたいと思います。見事優勝いたしましたグラシアス監督に今一度大きな拍手をお願いいたします。ではグラシアス監督ありがとうございました。また後ほど戦いがありますので、それまでお待ちください。それでは本日のゲスト、WCCF 秘書役の篠田麻里子さんにご登場いただきたいと思います。どうぞ。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。改めてご紹介いたします。 WCCF 秘書役の篠田麻里子さんです。皆さんこんにちは、よろしくお願いします。元気ですね。もう篠田さんが来てから空気、はい、一気に変わりましたね。本当にもう皆さん笑顔で。結構あの寒い会場だったんですね。そうなんですよ、ここ、ね、入り口でね、はいはい、寒い中皆さんお待ちいただいてましたので、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあ、まずですね、今日はゲームの中に登場するこの秘書スタイルでお越しいただきましたけれども、はいはい、秘書としてゲームに登場ということになった時、お話しいただいた時いかがでしたか？あのなんかいろんなお仕事させていただきましたけど、はい、こうゲームのキャラクターになるっていうのはまた違った嬉しさがありますよね。なかなかないですよね、そういうことって、ね。さあ続いてですね、はい、WCCF とゲームセンター、この WCCF ゲームセンターにあるんですけれども、はいはい、こちらについてちょっとお話をいただきたいと思うんですけれども、篠田さんってゲームセンターは行かれたりしますか？うん、はい、行きます。あの UFO キャッチャーとかよくします、うん。なるほど、はい。まあ、このさすがに WCCF は今回初めて、初めてですということで、はい、なるほど。でしたらせっかく今日お越しいただいたのでですね、うん、あのこのイベントを通じて WCCF をもっともっと深く知っていただいて、上達していただくために、はい、ちょっとお時間をご用意させていただいたので、はい、あのプレイしていただければなと思いますので、頑張ります。はい、よろしくお願いいたします。お願いします、はい。そして、篠田さんにはですね、この体験後に先ほど行われました、オータムカップという予選、こちらの方でですね優勝された方とエキシビジョンマッチを戦っていただきたいと思っておりますので。その優勝された方ってこのゲームがめちゃくちゃ強い方ですよね。まあ強いですね。その方と私すごい運転の差ありませんか？いや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 、そこはやっぱりチャレンジャー精神で、はい、そこを埋めていただくためにあちらにあの講師の橋本プロデューサーがいらっしゃいますんで、なんとかなんとかします。はい、なんとかしてください。お願いします。はい、ではこちらの方ご移動いただけますか？お願いします。お願いします。ではですね、あのゲームを始めたいと思います、はい。こちらのスタートボタンというものを押していただけますでしょうか？はい、はい、リフレッシュできたみたいですね。ざわついてますけど何ですか？ざわついてますね。なんかすごい盛り上がってますね。このざわつきは何ですか？はい、はい、ちょっとロナウド上がりきってるんですけども、あのどちらか選んでいただいて、はい。どうしますか？マンツーマンで居残りしの、どちらでも大丈夫です。居残りしてます？居残りにさせましょう。じゃあ、はい、はい、いい感じ、いい感じです。いい感じになりました今ね。まずこの赤いボタンがあのシュートボタン。サッカーファンの皆さん、ボアタンチ、選手は AI で動きますので、アトレティコのベンブラ、カイ、FC マリコ、最高のピッチコンディションの中、エスタディオ・サルバドルから、実況、
で、攻められた時はこの青いボタンですね、ゴールキーパーのボタンを押しっぱなしにして、キーパーを飛び出させてボールを取れるようにしていってください。もうこの2つです、基本的には。エンタープライズカップ、臨場感ありますね、これ。そうですね、あのリアルなスタジアムを再現しますね。アトレティコのベングロ、フォーメーションは 5-4-1、右から左に攻めるのは茶色のユニフォーム、篠田さんのチームが FC マリコ、茶色のチームですね。はパーティシエン、篠田マリコ監督、フォーメーションは 4-3-3、 篠田マリコ監督、選手たちの不安を払拭できる。センタリングが上がりそうなタイミングでもう一回狙ってきた、見事なゴール、0-1、素晴らしいです。初めてですよね、初めてですよね、この男が試合を動かした。ネイマールやっぱりうまくねじ込みました。あーちょっと惜しかったですね。あメッシ、レンダレンダ、クリスティアノロ、まだゴールですよ。おーゴールです。前半31分、さあ早くも2得点目、もうすごいですね、セーフティーリードを奪います。ドリブリング、あ来ちゃい、お取れました、取れました、ボールを奪って、カゼミロ抑えて、アラバ止めてパスを回して、果敢にタットガルドーレ、はい、ここでホイッスルが吹かれました。0対2ハーフタイムに入ります。なんですけども、ハーフタイムには選手に、指示を出して試合の流れを変えるという、まあ、若干複雑なんですけども、ね、そういう操作がありまして、まあ、前半もう2対0で勝ってますんで、はい、もう素早く攻める、そうですね、そうしましょうか。はい、じゃさらにさらに攻めるということでね、はい、行きましょう、はい、モチベーション上がりましたかね、これ、はい、さあ後半戦が始まりました。つなぐデブライネ、これはボールはキーパーの手に、ボリーにうまくチャンスを作り出していないようです。そうですね、タイミングもあるんですけど、もうちょっと近づいてから、はい、でもいいかもしれませんね。ペナルティーエリアでこのボックスの中に入ってからでもいいかもしれないですね。ボーボーメッシュかジョイヤ、右足でシュート、素晴らしい、ブラジルの至宝ネイマール、今みたいにこのエリアの中で押せばかなりの確率で入ります。完全にデブライネ、左サイドラリー、いけそうですね、ロナウドから再びネイマール、ゴールです、ブラジルの至宝、いやネイマールがすごいですね。試合3得点目、ハットトリック達成です。完全に狙っていました。後半40分、キックオフです。ちょっと心配してたんですけど全然問題ないですね、大丈夫ですね、はい、お見事です、見事勝利ですね、おめでとうございます。サポーターも大量ゴールの余韻に酔いしれています。賞金1000万円入ります、おめでとうございます。ありがとうございます。いかがでしたか、初めてプレーされて。すごい、なんか自分が強くなっちゃった気になっちゃいますね、これね、分かんなくなっちゃいます。でもすごい面白いし、本当にそのゲームというか試合にいる感覚になりますね、これ。そうですね、うん、で初めてにしてはというか、もうすごく立派なので、うん、僕らもびっくりします。本当ですか、はい、これはいけるんじゃないかな。この赤いボタンしか押してないですけど大丈夫です。いや青いボタンもバッチリ使ってました、はい。では先ほど優勝いたしました監督、グラシアス監督をお呼びしましょう、どうぞ拍手でお出迎えください。改めまして篠田さんを前に何かありましたらお伝えいただければと思いますけれども、戦いに向けて。いやもうここにすごい、もう花が咲いたかのように明るい具合になって、本当に今日も楽しみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ではご準備の方お願いいたします。これ選手が被ることはないんですか。あ、被っても大丈夫なようなシステムですね、はい、そうなんですね。それでは、はい、準備が整いましたね。ではスタートをお願いいたします。ワールドクラブチャンピオンフットボールカップ、さあ FC マリコ対マリコサナー、サンプルのピッチコンディションの中3試合実況を金田彦がお送りします。マリコサナー、なんか逆にちょっと僕が謝りたい気持ちがなんかすみませんみたいな。ワールドクラブチャンピオンフットボールカップ
今スタートしました。最終戦スタート。左にエンドを取るのは茶色のユニフォーム、グランデン FC マリコ。監督はパティシエール篠田マリコ監督。フォーメーションは4-3-3。高い攻撃力で相手の守備陣を粉砕します。ゴール前まで持ち込みましたが、右さあパスをつないでセンタリング。さあ早くも得点のチャンスが、あーしかしここナイスセーブ、素晴らしいセービング。さあここキャップに出してきた。攻め上がっていくのはグラシアス監督。ナイス、ここナイス決めた。落ちます。さあ再びゴール前を脅かしていくグラシアス監督。ここはナイスキーパーでさあクリア。グラシアス監督の最後の攻めとなるのか。しかしこれも弾き返して、さあ前半終了、ハーフタイム終了しまして、いよいよ後半です。さあ後半戦が始まりました。アタック、ティアゴシウバ、サントン、攻めたいですね、攻めたいですね、確かにサントン取れました。カゼミロ、さあボールを奪って自分で行くカゼミロ、篠田さんが中央突破、カゼミロ、あーまだキープ、まだキープ、あと1本ネイマー、やばいぞ、ボールを受けて、さあここで再びボールを奪ったグラシアス監督。さあゴールチャンスだ。キーパーボールを出します。メッシー、キーパーボールを出します。さあこれがラストチャンスになるか。クリスティアーノ・ロナウド、さあボールをキープして、さあ抜け出した、クリスティアーノ・ロナウド、クリスティアーノ・ロナウド、ボールを上げれるか。いやーしかし倒したナイフ、守備陣の大きな自信になる勝利となりました。おめでとうございます。はい、さあ、それではですね、監督、じゃちょっとこちらの方でお願いします。はい、グラシアス監督、見事な勝利ということになりました。いかがでしたか、対戦して。いろんな重圧を感じましたけども、なんとか頑張りました、はい、こんなにアウェー感の中でやったことってないんじゃないですか。はい、点決めてブーイングは初めてでした。まあでもね、貴重な対戦していただいたということで、どうですか、気持ちの方は。ああもう新鮮でした、はい、楽しかったです。はい、ありがとうございました。見事な戦いを見せていただいたグラシアス監督に今一度大きな拍手をお願いいたします。さあ篠田さんはどうでした、はい、グラシアス監督と戦っていただいて。いや監督強すぎて、もう全然こっちの攻めの試合ができなかったですね。いや本当どん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 攻めちゃうから強いですよね、うん、本当に、うん、まあさすがに勝ち上がった監督ということで、まあでも本当に1点取れればチャンスがあったというところだったんで惜しかったですね。今日プレーしたとは思えないぐらいの試合を見せていただいて、いやでもなんかはい、悔しかったので練習します。ありがとうございます。ちょっとハマるきっかけができたかなというところで、はい、はい、ぜひぜひこの後もまた WCCF プレーしていただければと思いますので、よろしくお願いいたしま す。ありがとうございます。監督にはですね、プレゼントがあるということなので、はい、こちら、はい、ありがとうございます。はい、篠田麻里子さんのこの秘書カード、こちらに今直筆で監督名を入れていただいてプレゼント差し上げますので、グラシアス監督と入れてあげてください。じゃあちょっと皆さんに一度お見せいただけますか。はい、はい、このようにしっかりとサインが書き込まれました。はい、ありがとうございます。はい、ではこちらの方をグラシアス監督にお渡しいただけますか。ありがとうございます。おめでとうございます。今のお気持ちは最高です。はい、ありがとうございます。ではグラシアス監督に今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。そして柏田プロデューサー、はい、あの篠田さんに関して何かちょっとあるということをお聞きしてるんですけれども、はい、イベント的なものが、はい、はい、スライドのやつですよね。はい、はい、じゃあスライドをお願いします。あのみんなで、全国のみんなでですね、ゴールをバンバン決めて、プレゼントをもらおうという、企画でございます。40万ゴールで篠田麻里子さんのシュートボイス、あのシュート打った時に音が鳴ったじゃないですか、はい、あの音が篠田さんの声になるっていうアイテムが。え、そうなんですか。はい、
40万ゴールで40万ゴールもしなきゃいけないんですね、はい、これそうなんです。ただあの全国に WCCF をプレーしてくださるあの監督さんはたくさんいらっしゃいますんで、まあ、おそらく僕の見立てだとあの1週間以内には全然達成されるかなと思います。そうなんですね、特にもうここの監督さんで 5% ぐらい取るんじゃないかなと思ってます。すごいですね、はい。まあ、その暁にはでは全国つつうらうらで篠田さんの声でシュートシュートというのが響き渡ると、はい、いやちょっと恥ずかしいですね。まあそうですね、フラットゲームセンターに行ったら自分の声が聞こえてくるわけですからね。でもなんかあのいっぱいあの商品ありましたけども、はい、上に行けば行くほど、そうですね、上に行けば行くほどあのすごいあの効果の高いアイテムがもらえるので、皆さんこう150万ゴール目指して頑張っていただければなと思っております。大体どのぐらいで行くんですか、150万ゴールって。今の期間150万ゴール行くか行かないかぐらいですかね。下、その下の120万ゴールでしたっけ、はい、その下もちょっと行くかどうかなんで、皆さんこうガンガン、僕も一緒にあの最近はあの子供と行ってるんですけども、はい、ゲームセンターに行ってプロデューサー自らゴール数増やす。この間もラウンド1で話しかけられたんですけども行き過ぎちゃって、はい、行き過ぎちゃって、はい、じゃあこのゴールボイスまた手に入れたらちょっと自らも使っていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。さあそれでは、WCCF これからまだまだ目が離せませんが、篠田さんもこれからも WCCF をぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは本日は篠田さんにお越しいただきました皆様、拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあそれでは最後のご挨拶をいただけますでしょうか。はい、皆さんお疲れ様でした。今回初めての、試み、でこういうイベントをやらせていただいたんですけども、あの皆様がどう思ったかっていうのもまたあのどっかで、エリア予選とかで、ねお聞きできればなと、思いますし、またあのいろんな形で、声を届けていただければなと思います。またこういうイベントかどうかわからないですけども、あのお目にかかった際には、お手柔らかによろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではこれより記念撮影を行ってまいります。準備が整いますので皆様そのままお席の方でお待ちください。